はい、次に重要なポイントは寝る前の準備なんですねやっぱりあのギリギリまでテレビゲームとかあとパソコンの中でこうネットサーフィンとかしているとブルーライト。 先ほど言いました光の効果の時にお話ししましたブルーライトが当たっているとイライラ交感神経という神経が高くなってしまってゆっくり眠れないんですねで寝る前は副交感神経といってリラックスする神経を出すように自分自身でもちょっと工夫するだけでよく眠れます。 で重要なのは暑いお風呂42度とか暑いお風呂に入っちゃうと逆にシャッキリしちゃうんですね交感神経が刺激しちゃうので寝る前はぬるめのお風呂37度から39度ぐらいのお風呂に入ることがいいかなと思います。あとはあの お腹のりりもゆっくく温めていくと、やっぱりこれも眠りを誘発するので眠る前はですねカフェインが入ってないカフェインっていうのはコーヒーとかお茶とか紅茶にも入ってますけれども覚醒させてしまうんですよね、交換神経を誘発して。ですのでホットミルクとかカフェインが入ってないハーブティーとか蜂蜜レモンとかそんなようなのを飲んでちょっと体を温めておくとこれも体が寝る前のあの。 準備になりますで就寝前1時間はやはりですねタバコを抑えるとかあのあカフェインを抑えるとかパソコンのブルーライトにあたるのを抑えるとかそういうのをしてみましょう。 であとは、眠りをそそる明るさっていうのがあるんです。今この明るいライトをずっと浴びてるとやっぱり眠れないんですよね。ですから暗くするっていうこと。でもあんまり暗すぎて怖いっていう人は自分の心地いいライトの明るさがいいと思うので、まず光もこだわってみてください。そして眠れないなっていう方の多くは、 枕が合わなかったりとか布団がこう寒すぎたり暑すぎたりするのでやっぱりね枕とかお布団とかあと私はベッドの下に引く。 何でしょうね、低反発のよく CM で宣伝しているようなのをしましたら腰の痛みもすごく取れてゆっくり眠れたんですねですからやはり自分がいいかなと思うものをまずあのちょっとダメ元で試してみるっていうのもいいかもしれませんよねやっぱり首の高さとか人それぞれ違うのであのいくらいいからってテレビで CM で宣伝していても自分がやってみて合わないものもありますので私も何個も何個も試して自分の枕って選んだんですね。ぜひそうやった こここだだわわりりをを持持つつ寝具にこだわりを持つことも重要ですそしてあとは本当にそれでも眠れない時はやっぱり今日あったことっていうのをカテゴライズして出していくことによって頭の中って寝てても自動にそれを自動的にね処理してしまうっていう機能が働いちゃうんですよ。ですからまずは今日こんなことがあったよし明日こんなことしてみよう。 頭からまず出すだけでもその分寝てる時に自動的にこう処理するものがなくなるので楽に深い睡眠がとれます。ぜひやってみてみください。